ラマーソフの兄弟ドストエフスキー前回の続きからです。ねえ、それは私のことに違いありませんわ。と彼女は再び喋り出したきっと私のことですわ。だって私ついあの1時間そこそこ前に。 あのの。人に金行きを勧めたんですものそれをどうでしょう出しのけに四十好きの豊島美人だなんて私そんなつもりで言ったんじゃありませんこれはあの人がわざとこじつけたんです神様あの人を許してやってくださいまし私も許してやりますけれどそれはそれは一体誰のことだかお分かりになりましてそれはねあなたのお友達のラキーチンさんよ そうかもしれませんね。と有吉者が言った。もっとも僕は何にも聞いていませんけれど。あの人ですともあの人ですとも。かもしれないどころじゃありませんよ。だって私はあの人を家から追い出したんですもの。あなたはその話はすっかりご存知なんでしょう。あなたがあの男に向かってこの先。 尋ねてきてくれるなとおっしゃったことは、僕も知っていますが、どういう理由があったのか、それは僕、少なくともあなたからは伺いませんでしたね。ではきっと、あの人からお聞きになったのね。どうあの人、私の悪口を言ったでしょうね。ひどい悪口を言ったでしょうね。ええ、悪口を言ってましたよ。でもあの男は、しょっちゅう人の悪口を言ってるんですからね。 けれどどうしてあの男の出入りをお差し止めになったのか、そのことはあの男からも聞きませんでしたよ。それに僕この頃はあの男とあまり会わないんです。僕たちは親友じゃないんですから。じゃあね、そのことをすっかりあなたにお話しいたしましょう。仕方がありません。私、懺悔しますわ。だってね、これには私自身に責任がないとも言えない節であるんですの。 でもそれは小さい本当に小さいことでまるっきりないと言ってもいいくらいなことですのねえこうなのよねえ私こうじゃないかと思うんですのねえごめんなさいありょうしゃ私あなたに対して母親としていや、違いますわ違いますわそれどころじゃない私は今あなたを自分の父親のように思ってお話ししますのよだって 母親ではこまあちょうどね土島長老に懺悔をするのと同じなんですのええそれが一番適切ですわさっき私あなたを業者だと言ったくらいでしょう。ところがかわいそうな若い人があなたのお友達のラキーチンがですよ一口に言えばあのおっちょこちょいの若い衆がまあどうでしょう急に私に恋をする気になったらしいんですの 私は後になってからふとそれに気がついたんですのそりゃあ前からの知り合いではありましたけれどついひとほど前からあの人はしげしげとほとんど毎日のように私ともへ出入りするようになったのですでも私何も気がつかなかったんですのそれがふと書庫に照らされたようにそれと気がついてびっくりしましたの私はこの町の役所へ出ているあのおとなしくてかわいらしい立派な青年の ヨートルイリーチペルホーチンをもう2月も前から家へ出入りさせるようになったんですわあなたもよくあの人とお会いになったわね本当にあの人は立派で真面目な方ではありませんのあの人の来るのは3日に1度くらいで毎日じゃありませんがいつでも本当にきれいな服装をしていますわ一体に私はちょうどあなたみたいに才能があって謙遜な若い方が好きなんですのよありょうしゃところであの人といえば まるで一刻の最小ほどの知恵があってその話しぶりがまたとても愛想がいいんですの私はきっとどこまでもあの人のために骨を折りますわあの人は未来の外交官なのよあの恐ろしい日にもあの人は私のところへ夜中にやってきてほとんど死にかかっている私を救ってくれたんですものところがあなたのお友達のラギーチンと来たらいつもあんな長靴を履いてやってきては それを絨毯の上へすりつけて歩くんですもの。一口に言えばあの人は私に何かほのめがそうとし始めたんですわそして一度など帰りがけに私の手を恐ろしく強く握りしめるんですものあの人に手を握られてから急に私の足が片方を痛めだしたんですよあの人は前にも私どもでペルホ人チンと落ち合ったものですがまあどうでしょういつもあの人は鼻で足だったり すすするるよよ。うなものの言い方をするんですよ私はあの人たちが一緒になるたんびに2人を見ながらおなかの中で笑っていましたのところで私が1人で座っていますとね「いいえそうじゃありません」「もうあの時私は伏せっていたんですわ」で、私が1人で伏せっていますとねそこへラッキーチンがやってきたんですよそしてまあどうでしょう自作の詩を見せるじゃありませんか 傷んでる私の足のことを書いた短い詩なんですのつまり私の傷んでる足のことを詩に書き表したんです待ってくださいな何とか言うんでしたよこの足この足ほんのちょっぴりズキズキととか何でもそんなようなことなんですが私どうもシというものが覚えられませんのそこにあるんですわ後でお目にかけましょうね でも本当に美しい詩ですわそれも足のことだけではなしに美しい思想を持った教訓的な詩なんですわだけど忘れてしまいましたのまあ一口に言えばアルバムへ書き込んでおきたいような詩なんですけれどそりゃむ論私感謝しましたわそれであの人も得意のようでしたが私がもっとよくお礼を言おうと思っている矢先へ突然ベルホーチンさんが入っていらしたんですの するとラッキーチンさんは急に顔を暗くしてしまいましたのよ。きっとペルホーチンさんが何かあの人の邪魔をしてしまったんだということをすぐ私悟りましたわ。だってラッキーチンさんは詩を見せるとすぐ後できっと何か私に言うつもりだったらしいんですもの。私それはちゃんと直感しましたわ。ところがそこへペルホーチンさんが入っていらしたでしょ。で私いきなりその詩を見せましたの。でもそれ誰が作ったかってことは申しませんでしたわ。 あの方はいまだにあの時は誰の策だか見当がつかなかったとしらを切っていますけれどその日すぐにそれと察してしまったに違いないんですよええそれはあの人が知ればっくれているだけなんですわテペルホーチンさんたらすぐにゲラゲラ笑い出してその批評し始めたんですのつまらないしだどこかの進学生でも書いたのだろうってそれがとてもとても激しい動きなんですのあなたのお友達が 笑って済ませばいいのに、カッとなってしまったんですわ。まあ、二人はどっくみ合いでも初めはしないかと、私、ハラハラしましたわ。それは僕が書いたんだってラッキーチンさんが言いましたわ。僕が冗談に書いたんだ。だって僕は知らんか書くのはくだらないことだと思っているからね。しかし僕の詩はこれでなかなか立派なもんだぜ。プーシキンが女の足のことを書いたと言って、世間では記念碑を立てようとしているが、 僕のにはちゃんと一つの方針があるんだ。だが君なんざノート性の支持者だろう。君には少しも人情というものがない。君なんかは現代の強化された感情を少しも持ち合わせていないんだ。君は文化というものに少しも触れていない。賄賂取りの一族史に過ぎない。ってひどいことを言うんですの。私いきなり大きな声を上げてお二人を止めようとしましたの。でもベルホチンさんはご存知のように、 ああいう沈着な方で,しょうですからとっさにお上品な態度をとってねニヤニヤしながら相手を眺めて聞いていましたがそのうちに詫びを言いましたわ僕はちっとも知らなかったんですよもしそうと知っていたら決してあんなことは言わなかったんですいや大いにお褒めするところだったんですよいや詩人なんてものはみんな激しやすいものですからねなんて つまりとても上品な態度であざけったわけなんですよ。自分で窓であれはみんな冷やかしてやったんだって私に言いましたが私はまた本気で謝ったのかと思いましたわ。ところで私はちょうど今あなたの前でこうしているようにその時も横になっていましたが目をつむったまま私の家で私のお客にガミガミ言うのを盾に焼きいちんさんを追い返してしまうとしたら。 それは本当でないかかどうししらと考えてみましたの。けれどどうしても思案がつかずにさんざん苦しみ抜いて胸をドキドキさせていましたの。どなりつけてやろうかどなりつけまいか一つの声はどなると言うしもう一つの声はどなるなと言うんですの。ところがその声が聞こえるか聞こえないに私は不意に叫び出すなりそのままそっとしてしまいましたの。無論大騒ぎになりましたわ。 出し抜けに私は立ち上がるなりラッキーチンさんに向かって「あなたにこんなことを申し上げるのはつらいんですけれどあなたにはもう二度と宅へ来ていただきたくないんです」ときっぱり言ってのけましたのこうして私あの人を追い出したんですのアレクセイ・フィオドルビッチ「私は本当にバカなことをしたと思いますわ」「実際は私ちっともあの人に腹なんか立てていなかったんですもの」「ただ不意に本当に」 ふいになんだかそれが素晴らしいことのような気がしたんですのつまりそのお芝居がねそれでもそのお芝居はとても自然に運びましたわだって私随分泣いたんですものその後幾日も泣き続けましたわけれどいつしかお食事の後でふと忘れるとそのままげどりとしてしまいましたわもうこれであの人が来なくなってから3週間になりますわで、私本当に。 あの人はもうすっかり来なくなってしまったのかしらと思いましたのそれはつい昨日のことでしたが晩にこの風文が届いたのでしょう私はこれを読んでハッとしましたわ誰が他に書くものですかあの人が書いたに決まってますわあの時家へ帰るとすぐ腰を下ろして書いたんですわそれが送られるとすぐ新聞に出たわけですわこれは2週間前のことですものでもありょうしゃ まあ、私ははおおしししゃゃべりりばかりしていて、いいい話ななななきゃならないことは何にも言わないんでしたわね。また一人でこんなことばかりおしゃべりをしていて「僕は今日ぜひとも時間に間に合うように兄のところは行かなきゃならないんですが」とありょうしゃが切り出そうとした「そうそうあなたは今やった私に何もかも思い出させてくださいましたわ」。 ね桜んていうのは何のことでしょう乱って何のこと,ですかとアリョーシャはギョトンとして聞き返した裁判上の桜んなんですよそういう場合にはどんなことでも許されるという桜んのことなんですのどんなことをしてもすぐに許されるっていうことですわそれは一体何のことをおっしゃるんですかこうなんですよ。 あの母ちゃんがね「ああ本当にあの人は可愛い娘さんですわ」でもあの人は一体誰を恋しているんだかそれがどうしても分かりませんのついこの頃もここで一緒に話してたんですのそれにあの人ったら近頃私に妙によそよそしくなって何かを言えば私の健康のことばかり言っていて他には何にも話さないんですものおまてにその話の調子まで変に改まっているんですもの 私はどうなりと勝手にするがいいと思ったほどですわあ,あそうそうその時この錯乱のことを話しましたのねえ例のお医者が来たでしょあなたはお医者のことをご存知でしょう。全く正気な人がここにおるとしましょうねそれが不意に錯乱を起こしたんですよ意識もはっきりしているし自分のしていることもちゃんと知っているんですがそれでも急に錯乱を起こすことがあるんですよ だからドミトリー・フィオドロビッチもやはり錯乱を起こしていたのに違いありませんわ新しい裁判が明けてから初めてその錯乱ということが分かってきたんですわこれは新裁判のおかげですわねあのお医者さんはあの番のことを私に聞き立たしましたのよ例の近郊のことですわあの人はその時どんな様子だったかってねどうしてあの時錯乱を起こしていないはずがありましょう 入ってくるなり慌ただしく「金だ金だ3,000ルーブル3,000ルーブル貸してくれ」って喚わめいてそしてすぐに出かけていって殺してしまったんですもの殺したくはない俺は殺したくはない」そう言いながらいきなり殺してしまったんですよだからこの「殺すまい」と心の中で戦いながらつい殺してしまったっていう点であの人は罰を免れるんですわね。 でも兄が殺したんんじゃありませんよと有吉はやや気色盤で遮った彼は次第次第に不安と焦燥を募らせてきた「それは私も知ってますわ殺したのはあのグレグリーじいさんですもの」えグレグリーですってあれですあれですグレグリーですよ ドミトリー・フィオドルビッチにガンとやられるとそのままぶっ倒れてしまったんですが、そのうちに起き上がってみると、戸口が開いていたんで入っていって、フィオドル・パーブルビッチを殺したんですよ。でもそれはどうしてですどうしてですかサクを起こしたんですよ。ドミトリー・フィオドルビッチに殴られるとそのまま倒れてしまったんですが、やがて気がついたときサクを起こしてしまったんです。 それでで入って行ってて殺したんですわ俺は自分が殺したんじゃないと言い張っていますけれどそれなら多分覚えがないのでしょうでもねもしかするとドミトリー・フェオドルビッチが殺したに違いないんですそしてその本がずっとようございますわずっとあらそりゃ私だって息子が親を殺していいというのではありませんわそんなことを褒めてやしませんわそれどころか子供は親を尊敬しなければなりませんしかし やはりあの人の人方がいいいと思いますわ。それはもしそうだとすればあなたも別に悲しまなくっていいからなんですよだってあの人は意識を失ってというよりというより意識はあっても自分が何をしているかをわきまえず殺したと言えなくもないからですよいえ必ず必ずあの人は本命になりますわそれが人道というものですものねそしてみんなに新裁判の恩恵を知らせてやることにもなりますもの 私はちっとも知らなかったんですけれどあれはもうずっと前からそうなんだそうですわね私昨日そのことを聞いた時本当にびっくりいたしましたわですぐにもあなたをお呼びしようと思ったくらいでしたわでいよいよあの人が本命になりましたらね私あの人を法廷からまっすぐに宅の晩餐会へお招きしますわ私たちはお友達の方をお呼びして皆さんで新しい裁判のために乾杯しようと思いますの。 私、あの人を危険だなどと思いませんわ。それに第一うんと大勢お客を呼びますからあの人が何かしようとしてもいつでもすぐに取り押さえることができますわあの人は後でどこかよその町の人事係の判事になることができますわだって自分で不幸を耐え忍んだ者が誰よりも人を正しく裁判しますものねだけれど一体今の世の中に精神錯乱にかかっていない人があるでしょうか あなたでも私でも、みんなかかっているんですわ。そんな例はいくらでもありますよ。ある人が座って小歌を歌っているうちに、不意に何か気に入らないことがあって剣銃を取り上げると、いきなり出会い頭の人を打ってしまったんですって。でもすぐに後でその人は、本命になったそうですわ。私この話はつい近頃読んだんですが、お医者もみんなそれを証言していますわ。それはそうとうちのリーズも、 やはり精神錯乱なんですもの。私、昨日もあれのことで泣かされましたわ。一昨日だって泣かされましたわ。ところが今日になって、あれは単に精神錯乱だということに気がついたんですの。まあ、なんてリーズは私を悲しませることでしょう。なんだってあれはあなたをお呼び立てしたのでしょうね。あれがあなたをお呼び立てしたのですか。それともあなたの方からあれを尋ねてやってくださいましたんでしょうか。 ええ、あの人がお呼びになったんですでは僕あの人のところへ参りましょう両者は思い切って立ち上がろうとしたあらちょいとアレクセイ・フェオドロビッチこれが一番大事な点ですわと不意に泣き出しながらホフラーコは夫人が叫んだ私一回見かけてあなたを信じて心からリーズをお任せしていますから。 あれが私に内緒であなたをお呼びしたからって何とも思いやしませんわけれどお兄さんのイワン・フヨードルヴィッチにはそうたやすく娘をおまかせするわけにはまいりませんのそりゃあの方を最も男らしい青年だとは思っておりますけれどねでもまあどうでしょうあの方は不意にリーズに会いにいらしたんですよそれを私ちっとも知らなかったんですのえな何ですっていつのことです アリオはひどく驚いてしまった彼はもう腰をかけようともせず立ったまま聞いていた